さて、プロバスケットボールの高松ファイブアローズは昨日今シーズンの最終戦を終了し、3年連続のリーグ最下位に終わりました。大幅な資金難と成績低迷の悪循環にあえぎながら、今シーズンチームが見つけたものは何だったんでしょうか。どんなに負け続けても下は向かない。諦めず全力で戦い続けた選手たち。涙で迎えた最終戦。長く苦しいシーズンが終わりました。今季の成績はリーグのワースト記録を更新する2勝50敗。半年間のシーズン、ホームで勝てたのはわずか1回。それでもファンはなぜこのチームにエールを送るんでしょうか。ここのメンバー全員ついてくれました。もう感謝しかないです。ハッピーバースデーミアヘンドコーチ、ありがとうございます。子供たちに挑戦する姿を見せたい前田健三ヘッドコーチ。ありがとうございました。資金難から常に戦力不足。最終戦はリーグ規定に満たないたったの6人で戦い、勝利の約束は叶えることができませんでした。あ、クリタイヤクリ。こんばんは。こんばんは。プロとはいえども選手はとても身近な存在。練習生から這い上がりキャプテンも務めた栗原雄太選手。楽したら自分じゃないと思うんですね。でも僕の中で一般人ってすごい誇りっていうか、一般人なら努力せいと。努力で人はプロになれる。しかしその思いは試合で証明することができませんでした。お金がない、スター選手もいない弱小チーム。しかし待っていたのはファンからのエール。試合の後、ロビーには選手を称えるファンたちが押し寄せ、あふれ返っていました。最後まで諦めないところが一番印象に残りました。自分の県のチームなんで、勝ち負けよりは、頑張って試合してほしいんで。最後まで諦めない気持ちがすごいあるので、私は最後まで応援したいと思います。華やかな世界で結果を出すだけがプロではない。どん底で苦しむ姿を見せるのも、そこから這い上がり成長する姿を見せるのも、またプロ選手。地域スポーツというつながりの中でもがきながらたどり着いた答えです。金難がもたらす今シーズンの成績はチームの存続問題にまで発展する危うい状態となっていますが、はい、来季も頑張っていく方向だということです。まあ、自分たちの住んでいる町のチームですからね、はい、まずは知って、あの魅力を、頑張りを知ってほしいですよね。はい、地域スポーツのあり方、存在意義を改めて投げかけた、そんな今シーズンだったかもしれません。